優勝戦2号艇の吉田拓郎選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。準優勝戦は3コースからコンマ11のスタートでまくっての1着で優勝戦に乗ってこられました。この日の足の仕上がりなんですがいかがでしたか？そうですね、まあ、ちょっとギアケースの整備をして少しぐらいは上向いたかなって思ってます。はい、はい、今節予選道中伸びが足りないかなといろいろ調整面で苦労はされてました。はい、はい、この自由に関しては内側が深くなったところの中間増しの3コース、この位置が良かったということにもなってきますかね。まあそうですね、はい、はい、そこで思い切ったスタートもいけたことが勝因。まあ勝因はそうですね、進入とスタートですね。はい、はい、風向きの方変わっていたんですがこのあたりもうまく対応できた感じですか？まあ、もうちょっとダッシュは乗せたかったですけど、はい、はい、まあ合格です。はい、はい、まずは優勝戦に乗ってくるというノルマを果たしましたもんね。そうですね、はい、はい、優勝戦の枠2枠ということになりました。コース作戦面そして調整はいかがお考えですか？まあ、コースは2コースから行きたいと思ってますね。作戦はまあ、はい、なんとか勝てるようにしたいです。はい、はいはい、足だけではなくいろいろな面がありますもんね、優勝戦というのはね。まあそうですね、まあはい、天領杯なんで頑張りたいと思います。はい、はいはい、広島が1人そして岡山が5人ということになりましたから負けるわけにはいきませんもんね。まあ頑張りたいです。はい、はい、分かりました。前回のこの小島で優勝は1月、お正月戦は3角まくりということでした。今年2回目の優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言どうぞ。はい、優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。